脇汗で恥ずかしい思いをしたことがありますか？また脇汗対策はどうしていますか？愛用商品も教えてください。まあまず脇汗で恥ずかしい思いなんですけど、まあ夏に、バイト先に社長さんとかが来るから挨拶してほしいって言われてて、なんかすごい緊張しちゃって、しかも冷房も寒くて、なんか脇汗からすっごい匂いが出ちゃって、なんか普段はそういう匂いとかはしないんですけど、そういう時だけすごい出ちゃって、で、まあ、その時はもう対策のものを持ってなかったので、もう拭いたりしてどうにか、まね、トイレに行って拭いて、どうにかしてたんですよね。からもう、その後からは、ビート法のスプレーをやっぱり、持ち運ぶようにはなりました。やっぱりね、エチケットというか、菌の付きにね、すぐシュッシュってできるように、まあ、それは夏には持ち歩いてますね。愛用商品ですね、それはね。下着はどういう状態になるまで拭きますか？またどういった方法で処分していますか？まずパンツは毛玉がすごくなったらかな、ひどくなったら糸が出てきたりとかしたら変える。ブラも紐が緩くなってきてずれちゃうとか、かなりずれちゃうことが多くなったりとか、やっぱり毛玉がついたりとかしたらかな。2、3年は着ちゃう。なんかちょうどいい、ちょうどいいって、まあやっぱり慣れてるものを使いたいから、長く使っちゃいますね。それはあんまり良くないみたいなんですけどね。なんか本当は3ヶ月くらいに一遍変えた方がいいみたいなことは聞いたことあるけど、やっぱり経済的に無理なんで、そんぐらい履いちゃいますね。でも大体上下セットのものを買ってるので、まあ、大体一緒に捨てるかな。私、まあ、捨てるときは、黒いサニタリー用の袋に入れて捨ててますね。外から見られないようには一応してます。はい。